ロマンチックじゃなくなった急に。顔面岩、人の顔の形をして岩とか全然来る途中見かけんかったけど、あ、この辺にある、近いな。あ、ほんとや、すげえすげえね、おじさん、お兄さんかな。あれ、お兄さんも顔面ロックを見に来たんですか。はい。ああ、僕は表情が変わるのを見たことがないんだけど、もしかしたら今日こそ見れるかもと思ってね。顔面ロック、なるほど、これのことですね。表情変わるかな、楽しみだな。じーっと見よったら変わるかな。変わった？何？ここに来てもう結構経つだにが、変わらないにゃんね。もうちょっと待ちましょう。どれぐらい？どう？変わった？おい！こりゃどういうことだ？全然変わる気配がねえぞ。怒るな怒るな。おかしいっすね。仕方ない。村に戻って改めて情報収集してこようぜ。はい。僕はもうしばらくここで顔面ロックを見守ってるよ。根気強いなお兄さん。まあ、そういう感じじゃないとできんのかもね。ポニー。ここに、よし、この2色の感じ好きやな私。ゴーゴー、いけー、ありがとうポニー。んで、あー、ここになんか旗。荒野の顔面ロックについて何かしてたりしませんか。はい。カッパーがめっちゃ気になる。ああ、表情が変わるってやつだよね。それなら私、何度か見たことがあるよ。本当ですか？これは多分なんだけど、落ち込んでいる時に見に行くと表情を変えている気がするの。落ち込んでる時に？なんか落ち込んでる私を元気づけようとしてるみたいでさ、悩んでることなんて吹っ飛んでいっちゃうんだよね。泣いて笑って怒る岩。手がかり、お姉さんの証言をつかんだ。あの顔面ロックは落ち込んでいる人を元気づけてる。あっちゃー、ケイタくんロマンチストですね。岩が人を励ます？そんなわけはないでミス。そんなことズバッと言っちゃいけんよね、女の人がせっかくいいよんやけん、ああいう風に。なんか掲示板の前に人増えたね。よいしょ。お兄さん、顔面ロックが表情を変えるの見たことありますか？はい。ん？ああ、その噂か。それなら俺は見たことないぜ。あれ、見たことない人も結構いるんですか？はい。ああ、そうだな。俺が聞いた話では、顔面ロックは女の子に対してしか表情を変えないらしいぜ。おっさんの顔してるし、もしかしたら女好きなのかもな。ロマンチックじゃなくなった急に。泣いて笑って怒る岩。手がかり、お兄さんの証言をつかんだ。これまた不思議な話だな。なんで女だけなんだ？なんかあのフルーツミルク牛のこともあるけどさ、この砂漠に住んどる女の子のためにいろんなミステリーが起こりよるってことなのかな。心優しき妖怪がいるということだね。おじいさんか。顔面ロックについて何か知ってることってないですか？表情が変わるって聞いたんですが。おお、顔面ロックか。あの岩は昔からあるが、皆が表情が変わるなどと言い出したのは十数年前からじゃの。そうなんですか？ああ、わしはまだ見たことはないがの。泣いて笑って怒る岩。手がかり、長老の証言をつかんだ。長老やったこれ。十数年前からか。何か関係あるんですかね。落ち込んでる女の子の前でしか表情を変えないってことは、あゆな、よろしくな。え、私？おとり的な。そりゃそうだに。ここにいる女の子はゆうだけだに。でも私、落ち込むのとか苦手なんですが。落ち込むのが苦手？
確かにアイナはどれだけ落ち込んでもすぐに立ち直るだよね。はい、ミソロアイナはメンタル最強なのであります。すげえな。じゃあ妖怪に頼むしかないですね。妖怪？そう、この妖怪、人をネガティブにさせるネガティブーン。あ、人間型の女の子妖怪かと思った。そういうことね。ネガティブーンをここに連れてきてアイナに取り付かせるだりね。まあそれが一番かな。ネガティブーンと画面6に行こう。ネガティブーン、ネガティブーンはゲットしてなかったんかな。ん？今なんか葉っぱ揺れんかった？気のせい？この辺の風で揺れただけか。ち、何事もない。よし。で、そのネガティブーンとやらは一体どこにいるんだ？この辺にいるの？手に入れてなかったんかな。とりあえずじゃあ行ってみよっか。よし、びっくりした。とりあえず顔面ロック行ってみるよ。おーおーおー、今のは？この草？違う違う違う、ちょ、おろしていただけないでしょうか。おろした、あ、これで降りるのね。あ、消えたけど。そういうことなの。サーチ。この草普通に転がる草やけんさ、そのまんまなんかと思ったら妖怪なんや。何こいつ。ケチらしを見つけた。可愛くない。ふふ。けへへ。ねえねえ、毛散らしていい？ゴキがかったら君の毛散らしていい？やだわ。どういうことだよ。チームバトル。レディーゴー。で、チリチリチリ、ケチらし荒野に散る。グリーンマンゴーを手に入れた。ありがとうね、全然散ってない、その場にいるから大丈夫だよ。おーし、じゃあ向かおうか。ネガティブーン見たことはあるんやけどな、仲間になってなかったかなっていうパターンがいっぱいあるけんね。どうすかお兄さん、動いた？いや、君たちもまた来たのかい。相変わらず岩の表情は変わらないよ。村での情報によると、落ち込んでる女の子の前でしか表情を変えないんでしたね。早速ネガティブーンをアイナに取り付かせるだに。はい、この時を待ってただに。さあやるだに。あ、いるわ普通に。はい。はあ、やっぱり全然ダメだ。表情なんか全く変わりやしない。女好きって噂、やっぱり本当なのかもな。女好きって。お兄さん去っちゃダメ、ここに女の子いるから。俺たちにはアイナさんとネガティブーンがいるからね。よし、俺の友達出てこい、ネガティブーン。はい、来たー。でかそれじゃあ、ネガティブーン、アイナさんに取り付いて。いいけど、あんなでっかいやつとか、あんなでっかい虫絶対嫌なんやけど。お、ネガティブになった？シクシク。はあ、どうせ私なんかゴミ虫っすよ。あ、すみません、虫にもゴミにも失礼っすよね。とことんネガティブだな。ゴミにもか。はあ、ほんとも、地球一周、土下座旅行したい。土下座旅行って何？初めて聞いたけど。でもこんな弱気なアイナ、見たことないだによ。嬉しそうだな、ウサピョン。ウサピョンはなんでちょっと嬉しそうにゃん？私なんかが毎日、二酸化炭素吐いてごめんなさい。私なんかが毎日、羽ばたきしてごめんなさい。なんか細かいな。それよりも見てください。画面ロックの表情が。おい、見てみろよ、アイナ。画面ロックが泣いてるぜ。どうせ私は悲しまれるくらい惨めな人間なんすよ。え、なんか表情変わった？あはは、切れた。怒ったんか。あ、今度は画面ロックが怒ってますよ。どうせ私は生きてるだけで怒られちゃうような人間っすよ。
ほら見てよアイナさん、今度は笑ってくれてるよ。どうせ鼻で笑い飛ばされるような人生を送ってきましたよ私は。卑屈だな。でもあんな大きい岩が一瞬で形を変えるなんておかしいよね。これって絶対妖怪の仕業だよ。やるだに。すぐ近くから誰かに見下ろされている気がするだに。サーチしてみるだによ。ウィスパーと違ってウサピオンはちゃんと気配がわかるんだな。サーチ。見下ろされとるってことは岩の近く。なんもおらんくね。崖の上、お。おる。誰誰？なんかポンポン持っとる。気のせいかな。妖怪を見つけた。誰？全然見えねえ。お？ちょっとこの子、一体どうなってるんですか？全然笑わないどころか、どんどんネガティブに。この妖怪は、そう、妖怪面変わり。君が顔面ロックの表情を変えていたんだね。あ、はい、そうです。面白かったでしょ？でも、女なんやね。確かに笑えたな。それなら良かったです。じゃあ、笑わせるのが目的だったの？細けいことはいいじゃねえか。このミステリーは解明できたな。ええ、顔面ロックの表情が変わっていたのは、皆さんを笑わせようとした面変わりの仕業だったんですね。では、一件落着したところで、例のあれ、やっちゃいますか。そうか、わかった。ミステリー解決。あ、ここは他の人間は来んのや。解明したけど、やっぱり気になるよ。どうしてこんなことを。どう？ああ、それは、兄貴さんに頼まれたからですね。兄貴さんとは。面変わり。おお。こいつ。あ、兄貴さん。あいつ、まだ落ち込ん、ん？また落ち込んでるのか？また？どうも、私の名前はミスロアユナ、かっこゴミイカッス。お前、誰だ？どうせ私なんか。あ、なに、あの妖怪的には決まった人間を悲しませんようにしよったのを、面変わりは全員、女の子と見たら全員しよったってことかな。ネガティブン、もういいよ、ありがとう。ん？出た？行くで、面変わり。いや、話を聞かせてよ。ちょっと待って。アユナを誰かと間違えてた？あいつって誰のことでしょうね。ミステリー、泣いて笑って怒る岩、バッチリ解決。バッチリ解決なのか？めちゃくちゃモヤモヤするけど。終わったし、本当に。怖っ。ちょい。おーい。よし。さあ、じゃあ、とりあえず町に戻ろう。もう一個の方、まだ時間あるんよね。そろそろ行っても大丈夫かな。もうそろそろ？ちょっと一旦行ってみよっか。ほい。間違えた。これで、何？どこに行けばいいんやっけ？とりあえずもう一回あれか。クエストを、切り替えんといかんのよね。荒野の町、オルナービレッジにはいくつもの不思議な現象がある。なんとこの町にはフルーツ味の牛乳を出す牛がいるというが、これか。で、このクエストの目的地ナビを行います。ナビを開始しました。目的地を目指そう。よし、これで、あ、ちゃんと矢印出とるね。多分もう大丈夫なはず。あ、なんか光よる。これこれいい。スタミナもアルファを手に入れた。この瓶の形かわいいよね。いいな、いいな。どこ？あ、ここか。あ、待って、ここにも。スターバーガーを手に入れた。いいな、なんか美味しそう。ハンバーガー。お。なになに、どうした？ケータ、ここら辺で待ち伏せしようぜ。あ、誰かと思ったら、マックとアユナか。うん、そうだね。それ丸見えじゃない？ただの木の下なんだけど。
犯人はまだ出てこないですね。どうやって仕込みをやろう。そこが気になるんやけど。おお、かわいい。さーて、犯人のお出ましたぜ。あれは、あれは、メロンニャンにみかんニャン、アンドキウイニャン。それから、ブドウニャン、イチゴニャン、スイカニャン、ダニ。どっからどう見てもあの妖怪たちの仕業ニャンね。もっと近くに行ってみようぜ。ね、体の中から出るものをどういう風に、フルーツニャンたちに近づいてみよう。もう、ちげえ、そっちじゃない。これ中には入っていけんのか。ちょっと、お、え、そんな声なの？見っかっちゃったにゃん。キャッ、隠れるにゃん。いや、もう見たから。え、なんで？お、隠れんぼか？楽しそうじゃねえか。え、マジで？隠れんぼなの？え、5分以内に6匹捕まえろ。1分に1匹以上。これは、チャリは使えねえ。え、妖怪マークとかも出てないの？え、出ないの？マジかよ。ってことは普通に探さんといかんってことか。どこにいるの？姿は見えるの？あ、一匹見っけ。むかれちゃうにゃん。むかないよ、大丈夫。あの、なんかさ、愛媛県民の見分け方みたいなんでさ、愛媛県民はみかんをむぐときに、なんか、手でさ、コロコロコロって、みかんを転がしてから、あ、おったおった。むくっていうのがあるんやけど、あれ実際甘くなるけんね。わ、割られちゃうにゃん。割らないよ。てか、スイカ割りってやったことないな。ねえ、なんか、夏の風物詩みたいな感じやけど、なんか人生で一回ぐらいやってみたいなとは思うんやけど、あれって本当に、パカって割れるもんな。あ、おるやん、おるやん。プチプチに潰されちゃうにゃん。潰さない、潰さない。あと、あと、あと3匹。お？やったやん。1分以内に私3匹も見つけたよ。あと3匹、あと3匹。今ここになんかおらんかった。気のせいかな。あ、気のせいやわ。あと3匹どこ？あとの3匹は一体どこにいるの？ちゃんと見つかるんやろうか。上から。ちょっとこの辺とか。あ、おった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 。食べられちゃうゾナ。ゾナ。なぜそんな喋り方なの？誰なの？もしかしてこの辺とか。え、牛も消えてるじゃん。あ、まあ、それを言ったら人も消えてるのか。あー、あとちょっとしかないんですけど。あと2匹だよ、あと2匹。どうよ、どのあたりにいるんだ。なんかヒントとかない？ヒントとか。ちょっとなんかさ、時間が迫ってきたら、点滅してくれるとか。お？あ、あの上に。ちょ、待って、どこあれ？どっから上がるの？あ、ここだ。その場を動くなよ。よし、いた。メロニャン。果汁が飛び出すニャン。なに？梨汁ブシャー的な。こういう場所にもおるんか。じゃあ上とかいろいろ上がってった方がいいんかな。ちょ、待ってね。この辺とかは。あー、いない。マジかよ。あと一匹、あ、あっち側なんか建物あるけど。あっち側行ってないよね。いない？ちょっとダッシュ。あそこにいる。今のはあれだろう。もうなかなか見つけてくれないから、こっちから出てきてやったにゃん。マジかよ。片付けないっす。それで、ちゃんと進むんだ。君たちがミルクをフルーツ味にしてたんだよね。そうぞな。でもあれはギリギリで捕まえたかったな。見せ場でしょう。牛からフルーツミルクが出るなんて面白いにゃん。そうだね。村のみんなも喜んでるみたいだしな。ふんふん。何はともあれ、ミステリーは無事解明ですな。見つからんかったのはイチゴニャンか。フルーツミルクが出ていたのはフルーツニャンたちの仕業ってことで。
解決だね。お、二人バージョン来た。解決。双子並みに揃うな。でも何のためにこんなことを。なんかうーびくさ、また兄貴、お前らこいつらにひでえことしないだろうな。兄貴、俺っちたちは大丈夫にゃ。帰るぞお前ら。何もかもこいつか。ちょっと待ってよ、逃げられただにね。なんてことだ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。